言、全力で戦いましょう。両門、これでいいのでしょうか。天下二分は曹操を打ち倒すためのなのに、曹操と謀って慶州を取れ。いくぞ。今や天下は二分などではない、三分だ。おそらくは諸葛亮の策に我らも葬儀も飲まれつつあるのだ。確かに。そして近郊の用地慶州に打ち込まれた鎖が軍神関羽なのですね。うん、奴がいる限り乱世は収束へと向かわん。裏切りのそしりは受けよう。だが真なき命にとらわれて朽ちるわけにはいかんのだ。ですが、それでは姫様はどうなるのでしょう。殿はご決断なされたのだ。ならば我らは孫悟の明日のため兵衆を取るのみ。行くぞ。軍神関羽を討ち兵士を得るのだ。関羽は前線か、好都合だな。いざ。今後の明日のため軍神を討つ。これ今はメイのことを考えてもいられます。陸伯で参ります。裏切りはやめてください。もうしておいです。見定めつつ細部への注意を怠るなよ。はい、両門殿、勉強になります。俺と下水で関羽に従っているのではない。機会をくれるならお前たちと手を組もう。うん、
諸君の将が寝返ってきたか。関羽、存外人望は高くないようだな。この命を破るか。兵士に現れ、我らに刃を向ける。出ますか。名誉を掲げるには我を通しすぎましたね。覚悟してもらいますよ。よし、よくやった。リクソン、今です。軍師たるもの、常に一手先を読むものよ。はい、通じるな。勝てば敵の思うつもだ。兄座の天下を見るまでは。おのれ、関羽、逃げ出したか。おぞ、何としてもこの戦で奴を撃つ。相手するには敵将を引かかねば。やりこう、お前たちに働いてもらうぞ。何が来ようが優勢に変わりはない。まま繁盛への投石攻撃を開始せよ。どうしよう。誰か助けてくれ。繁盛を落とされてはいかん。俺たちで投石を止めるぞ。両毛殿の顔色が悪い。ずいぶん無理をしているように見える。鮮やかなお手並みですね。お見事です。これで投石は止まりましたね。繁盛はひとまず大丈夫でしょう。この地形、そしてこの雨、読めた。敵の狙いは水にあり。近くに水門があるはずだ。急いで向かい、諸君の手から守るぞ。今こそ水系の時だ。拙者たちは水門へ向かうぞ。承知しました、兄上。破ってまで挑んだ戦です。必ず最高の戦果を上げなきゃ。無事か、関羽よ。あの後悔者が助けに参ったな。敵将を上げておきました。
で関羽を倒しましょうぞ。常に一手先を読むものよ。ここで奇襲とは。敵も最後やるな。大したもんだぜ。父上のもとには行かせない。私は相手になる。なるほど、今です。おお、あなた、この首奪い受ける。いざ。お見事、見せつけてくれますな。威力を尽くせ。受けていただこう。全力で
で孫悟白状を命を破るか。貴様が命などと口にするな。殿もロシク殿も皆劉備を信じようとした。それを貴様がこの慶州で踏みにじったのだ。劉邦殿、全ては我が兄劉玄徳の大使のため。そうだろうとも。そして我らも孫悟のため貴様を討つのだ。孫悟の治癒と覚悟、拙者の義を上回ったか。無念なり。兄者、関雲長、お先に失礼つかまつる。これで孫悟の地盤はより盤石となろう。リオモードの、なぜこのようなご無理を。最後に汚れ役をかぶるのもよかろうと思ってな。あとは任せたぞ、リクソン。定率の時代、お前たちが切り開け。リオモード殿、私はまだあなたから学ぶことが。大丈夫です。傷と疲労で危険な状態ですが、直ちに医師に見せれば。おそらくそうですか。よかった。この戦、思うところがなかったわけではございません。ですが、全てを背負って戦ったこの方は何としても救いましょう。